崇城大学はすごく指導が丁寧ということで有名だっていうのを聞いて、入ってみたら先生たちもすごく指導を丁寧にしてくださるし、学科のその友達もすごくこうフレンドリーな感じで、あ、この大学に入ってよかったなって思えるような大学でした。シルクっていう英語の先生方がいらっしゃる建物があるんですけど、そこに行って先生たちとコミュニケーションを取ったりとか、あとはそこに本を読んだりとか CD 洋楽を聴いたりとかして、英語に密に触れる機会っていうのを増やすようにしています。実際に自分たちで鉄筋コンクリートを作って、でその作った鉄筋コンクリートをこう実験をすることによって、その得られたデータからこのコンクリートはこれぐらい耐えることができて、でこういう材料でできてるんじゃないかっていうのも推測予測する、構造に自分は行きたいと思ってコースを選んだので、先々は構造に携わっていけたらなっていうのはあるんですけれども、建築はすごく奥が深い学問で、やりがいを感じるものです。